9時40分です。はい、あおちゃん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 、おはよう、あおちゃん、おはよう。今日中学校行く日だよ。あらかくんやだ。おはよう、あおちゃん、おはよう。うん、来た。おはよう。でカメラ今日中学校行く日だからね、撮ってるんですよ。おはようございます。おはようございます。起きてねちょっとちょっと起きてね。肩がそこ書いて。はい、熱ありがとう。はい、じゃあ待ってるね。頑張るから待ってるよ。ダメだよ寝たら。はい、7時です。はい、おはようございます。今急遽撮ってましたよね。はい、急遽撮ってました。普通いつもルーティンの時って言ってますよね、はい、明日ルーティン撮るからちゃんと起きてねって言うの忘れちゃった今日は初めて中学校に行く日でーす。夜なんかもう5回ぐらい起きて、うん、でまだかなまだかなって、なんか1回起きちゃうと寝れなくて大変だったワクワクしてた。で最後に寝た時に起きた時に、ね、明るかったのがすごく嬉しかった。そっか。と起きるとね、最初に窓が見えるのだから、あ、晴れてる、やったーみたいな。雨降ってたら最悪じゃん。そうね、どうぞ。今日はフレンチトーストとリンゴ。はい、なんかね、こういう日ってお腹空かないんだよ本当に。ではいただきます。ご飯食べる前にちゃんと熱を測りましたね、はい、さっきね。35度6分低い。そう、低いのはそうね、今日は残念ながら入学式はないんだけど、でもクラス発表と教科書もらうんだよね。仲いい友達となりますように。ケニーチ君楽しみだね、うん、そして初の制服ね。幼稚園ぶりですよ制服。嬉しい。私中学校だといいね。うん、でも勉強はやだ頑張れ。うん、今日宿題出んのかな。ん、宿題出んのかな。あ、出るんじゃない、わかんないけどどうだろうね。やだなでも頑張らないとね。うん、食べてください。うん、はい、はい、D20 分です。ごちそうさまでした。美味しかった。よく食べられたね。うん、リンゴ食べた瞬間、うわ、うまって思ったじゃあ、歯磨き、変わらない髪の毛やりたいと思います。髪型は普通に1本で後ろで縛る感じ。わかりました。中学校はね、あんまりいろいろできないからね。はい、寒い、もうそっか。歯磨き、変わらない髪の毛やってきます。ドキドキしてきた。もう昨日の夜からドキドキしてる。風が吹けるもん、ドキドキここにニキビいるんだよ。やばい、できちゃった、できちゃった。でもこれニキビ用のやつだからね。そう、化粧水がねできた、okay、できた。バッテシュ髪の毛とかしてください。あいさ、あいさ、ガサガサだー今日は朝目覚めいいけど、うん、次中学行くときも
微妙ちゃんと起きられるか、うん、次行く日そうそう、うん、次行く日そっからまた休み続くんだもんねと思うんだゴールデンウィークぐらいまでだっけ多分ね絶対宿題出されるやんそりゃそうだよねなくちゃやだな本当にマイガミやるで時間押してる今押してるちょっと何が遅かったご飯あの髪の毛ね今日はなんか起きた時にもともとまっすぐだったから、うん、やりやすいよほらあ、OK だOK OKはい、入れ忘れがありました今は何時でしょうか今はね、はい、7時半でもう何も準備してないね、やばいよそうねで、入れ忘れ何かっていうとまず教科書をね、配られるらしくてあの、結構配られるらしいんですで、このリュックじゃ入んなかったらやばいなと思って手持ちだったら落としたらやばいなと思うのではい、トートバッグねおいしょで、これは上履きでございますで、その中にビニール袋が入ってますビニール袋はね、靴脱いだ時に入れるやつらしいですあと、まだそうだ、中学の靴出してない玄関によいしょこんな感じ、ちょうどいいねそれではよいしょね、なんか楽しみなんだけど、すごくでも緊張もあるし OK! でだーんこれからあの制服に着替えるんですけど制服はちょっと映せないのであの今日はここまでで終わりたいと思います頑張ります、中学楽しみじゃあ、学校行ってきまーすバイバーイチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしますそして、Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いしますまた次回の動画でお会いしましょうまたね、バイバーイ